ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。3月24日のニュースフラッシュを担当いたします、和事文化応援アイドル、桜花の奇跡の星野奈々です。それではまずこちらのコーナーから。和太鼓定なし。このコーナーは和太鼓や筋肉を中心に週末のレースのお役立ち情報をお伝えしていくコーナーです。本日考察していきたいレースは中京競馬場で行われる高松の宮記念でございます。それでは早速考察してまいりましょう。高松の宮記念は中京競馬場で行われる芝 1200m で毎年3月下旬に行われている春のスプリント王決定戦です。短距離戦では大型馬が強いと言われているように、このレースも例外ではありません。前走の馬体重が460キロ未満だった馬の好走例はあまりなく、連帯成績も振りません。加えて前走の着順も重要なポイントの一つとなっており、2012年以降の連帯馬は前走5着以内の馬が多いので、前走で好走できなかった馬は実力馬だとしても1着の可能性は低そうです。客室的には先行が優勢です。近年のレース傾向ではある程度は前目のポジションを取れないと勝ち切るのは難しいレース内容になってきています。ということで本日の馬体チェックポイントはこちらです。じゃじゃん。前走の馬体重が460キロ以上、前走5着以内の戦績、客室は先行が優勢ということで、以上の条件がいくつか当てはまる出走予定メンバーの中から注目したい筋肉はこちらです。じゃじゃん。こちらの赤い部分の大腿二頭筋に注目していきたいと思います。大腿二頭筋はトモの中心に位置する宣伝筋のお隣さんの筋肉でございます。今回のレースは馬体重も重視していきたいというところですので、がっちりとしていて筋肉が詰まっている馬体にも注目していきたいと思います。昨年の優勝馬である馬も、こちらの筋肉がとても綺麗に発達しておりましたので、今回はこちらに注目していきたいと思います。それでは以上を踏まえまして、ナナシの推し馬ランキング発表させていただきまして、1位の大馬さんの馬体鑑定を皆さんと一緒にしていきたいと思います。それでは七種の牛馬ランキング発表です。じゃじゃん。第5位大面富士、第4位クリノガウディ、第3位セイロン構成、第2位ラウダシオン、さあそして第1位に輝くのはこちらです。じゃじゃん。レシステンシアということで、ここからは提供いただいた写真とともに皆さんと一緒に馬体鑑定してまいりたいと思います。こちらです。じゃじゃん。レシステンシアは前走の阪急杯でスタートしてからうちの馬を制し、先手を取ってスムーズに逃げることができました。直線に入っても先頭で後続に並ばせず1着でゴールしました。2歳児以来芝 1400m で本来のスピードを生かすことができたのではないでしょうか。距離的には 1400m がベストだと感じるのですが、ペース配分やレース内容によっては1着あるのではないかと思いました。馬体面でもとても信頼があり、牝馬らしいしなやかな筋肉を持っていて、こちらの大腿二頭筋もすごく綺麗に仕上がっております。タフな馬体なんだろうなという印象なので、今回は1位にさせていただきました。以上が七種の推し馬となっております。5位から2位の大馬さん、そして他の出走予定メンバーもぜひネット競馬のデータベースにて馬体鑑定してみてくださいね。当日のパドックの参考になれば幸いでございます。以上、3月24日のネット競馬ニュースフラッシュでした。